おはようございます塚原農園です今日はこちら千両2号というナスの種まきをしたいと思います、えー、こちらナスは家庭菜園で、えー、大人気の夏野菜の一つですね、えー、数ある品種はいろいろあると思うんですが基本的にナスの種まきはだいたいみんな同じになりますこの千両2号はとても皮が柔らかく美味しいので、えー、人気がありますね こちらは種はもう1月から種がまくことができます1月上旬から2月下旬にかけてまくタイプが一般的に多いですねで、植え付けをするのが早い方だったら4月頃からまあ、ゴールデンウィークにかけて栽培をされる方植え付けをする方がいらっしゃると思いますで、収穫ができるのが5月の中下旬から で終わりががりががが霜降るる直前までで栽培することができますで今回使う種をまくために必要な材料なんですがまずこの牛乳パックを使ってこれをポット代わりにしてとりあえず種をこの中に振ってで芽を出すそれから今度はある程度大きくなったら鉢上げをしますのでとりあえずこの牛乳パックを一つそしてはさみ。 でこちらにある発泡スチロールできれば蓋ができるように蓋付きがいいでしょう私は今回これ魚屋さんにいただいてきましたのでで無料ですで牛乳もいつも飲んでいる牛乳パック空いているものがありますので種をまいて発芽させるだけのものは基本的にこのような資材はお金はかかっていません で、えー、種をまくために必要な土今回はこれ園芸バイドを使います種まきバイドとか育苗バイドといろいろあると思うんですがとりあえず牛乳パックの中で芽を出すために必要なもので種まきバイドなどが使いやすいと思いますまあ園芸バイドでもどちらでも構いませんが使う場合は水で湿らせてから使うにしてください でこの種をまく時期もですね今ちょうど1月中旬頃に種をまく場合は、えー、結構難しいんですね、えー。もちろんこれを家の中で置いていただいてほんの少し自分でナスを種から育ててみたいと言われる方家の中でずっと置いていただければ。 ま比較的芽は出やすいんですけれども逆にちょっと早く苗ができ過ぎてしまっていざ畑に植えるといってもまだ寒いという方は、うん、少し遅,遅めですね2月の下旬まで種にをまけますので2月の中下旬になってからでも十分間に合います、まあ、参考までに今日は1月、まあ、上旬中旬になりますけれども、えー、ご覧いただければと思います。 ではまずは牛乳パック飲み終わったもので中はきちんと水で洗って一度乾燥させてあるものですねこれを用意してくださいでこの口のところはこんな感じで折っていただいて、まあ、ここホチキスまたセロテープなどで留めても構いませんが私はこのままの状態で使いますでこの開け口を上にしていただいて開け口がある方の面をハサミで 切り抜いていきますで,できればこの縁のところを少し残してあげるといいですね全て大体、えー、いい5ミリ最低でも5ミリぐらい残してでハサミで、えー、切っていきましょう、まあ、こういったものは刃物になりますので、ね、気をつけてやるようにしてください少しずつやっていきましょう 今はまだ、ね、霜が降りたり、た、まあ、地域によって雪国の方はね、えー、1m2m と積もっているとこもあると思うんですけれども、うん、その雪時計から逆算して、えー、種をまくというのもいいですね雪国の方でしたらもうほんと2月下旬頃とかもう3月上旬になってからでも大丈夫だと思いますなんとなく、うん、少し縁が残っているように、ね、切ってください この縁が残っていると丈夫なんですね。種をまいた後多少ないとも管理で移動したりする時があります。この縁があると、ね。この牛乳パックが。潰れたりしないんですね。はい。聞いておりました。これは使いません。 はい、こんな感じで切り抜きができましたここですねこれが縁これがだいたい5ミリからま1センチぐらい残してくださいこれが種をまくための容器になりますこの中に土を詰めていきますが口いっぱいではなくて8分目までにしてください管理していくときに水を与えるときに口いっぱいに土を入れてしまうと水が溢れてしまいます まあこういった作業というのはね、室内でもできます。玄関でも大丈夫ですね。新聞紙、またブルーシートなどを敷いてやるようにしてください。最初はふわっと入れます。少しずつ加減しながら入れてください。この土は乾いている場合は少し握って ギュッと握ってこれがこんな感じで指でやると少しボロボロボロと落ちるぐらいがいいですカラカラに乾いていると水を与えた後種をまいて水を与えたりすると下がったりして種が動いてしまいますここで3分ぐらい入れたら指で少し鎮圧してくださいこれがふわっとした状態であると今度根が張った時に えー、結構ですね痛みが入ってしまうことがあります土は多ければ多いほど、うん、粘りがよくなる肥料などね、まあ、ただ目出しというだけなので、まあ、それほど気はつかなくても大丈夫だと思うんですがなるべくこんな感じで指で押せんしてくださいで今回この牛乳パック水切り穴というね下穴開けていませんよね これでで大丈夫なんですねこれだけ口が広いと深さがそんなにありません牛乳パックぐらいの深さで8分目までしか土を入れてませんのでこれで上から水分が抜けるので下の方に水がいっぱいたまるということはあまりないんですねダボッとねいっぱい入れてしまった場合は下からね水がたまってしまうことはありますけれども水を与える時は霧吹きなどで与えたりするといいんじゃないでしょうか こんな感じで土がよく詰め終わりましたら表面は平らにしておきましょうはい、えー、ここで、えー、次は種を開封していきます今はこのように二重になってる種が多いですねでこれをいったお椀などに開けましょうまあ小袋といっても結構種が入ってますこれが100発芽しない うんこともありますでまたとても寒い時期に種をまきますので、まあ、電熱線とかを使う専門の場合でありませんので、ね、これだけあっても100%ということは,、ね、はなかなか難しいと思いますが、まあ、これだけあればなす1袋の小袋を買えば大体10本ぐらいの苗が出来上がれば、ね、いいですね。 ちなみにこれだと一つの袋で40粒入ってます。はい、でここで種の巻き方なんですけども、ばら巻きをします。ただ種がなるべくくっつかないように、えー、巻いていきましょう。上からパラパラパラっと振る感じですね。で心配な方失敗のことも考え、想定して、えー、半分ぐらいですね、取っておくといいかもしれませんね。 ちょっと早めに巻いてみて様子を見る。うん、で、いつまで経ってももう一ヶ月ぐらい経っても芽が出ない場合は、これちょっと失敗した可能性がありますので,で、そしたらもう一度ですね、2月の下旬頃に巻くといいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで種を上に振り終わりました。で、ここで今先ほど使ったバイド、うん、これでも構いません。これを上にパラパラパラと振ってあげましょう。種が 隠れる程度で大丈夫です1センチも複度しなくて大丈夫ですねあ、なんとなく隠れたかなっていう程度で大丈夫ですで、あとはこの表面を、はい、また鎮圧していきますこれをやらないと水をあげた時に種が動いてしまいますはい、えー、これで鎮圧が終わりましたこれでもう種が巻き終わっちゃいましたねあっという間です 種をまくことと自体はとても簡単仕上がりとしては牛乳パックのところの外から見るとだいたい土がこの辺まで入っている状態です。でバーミキューライトというものをお使いの方、ねえー、はこの上にバーミキューライトを振ってあげるとより乾燥防止につながります。こちらがバーミキューライトです。まあ、土壌改良剤などでもでもすね 使われているものなんですけれども種を撒いた後にこれを上に振っておくと乾燥防止にができますバーミキュライトの中身はこのようにちょっとキラキラしている感じですね石を高温で焼いたものになりますこれを水を含むとこれが何倍にも膨張して、ね、乾燥を防げるとで 加湿気味にもならない水分の蒸散も程よくしてくれる便利な、ね、資材ですねこれを上に軽く振っておくとよりいいですね全体的に振りましょう、はい、まあこれがなくても大丈夫ですまあ心配な方は使ってみてはいかがでしょうか これで種が巻き終わりましたら次は水を与える作業換水作業業水水をしていきます水を与える時は、まあ、外でやられる方は、えー、シャワーノズルなどでまあじでもいいと思うんですけれども定期的に与える意味ではこのような、うん、スプレータイプのものも使いやすいですね。霧吹きこれでこんな感じでちょっと遠目からやりましょう。最初は バンミキュライトが動いてしまいますからねこんな感じでシュッシュッシュッとやりましょうで外でやられる方は最初牛乳パックの外についているバ梅がなどを洗い落とすように少し広めに、ね、こんな感じで側面にもかけてあげるといいと思います牛乳パックは 水に濡れてもしなしなにならないすごく丈夫いいですよねいろんなものに、ね、サバイバルにも使えます最初はたっぷりと霧吹きなどでですね水を与えるようにしましょうはいこれで完水が終わりましたここで一度持ってみます結構重いですね 市販のバイドそのままのものよりは水含んでますので重くなりましたこれをキープするということです、はい、それでは種が巻き終わりましたら次は発泡スチロールこの中に入れておきましょう結構幅が広いと今後鉢上げなどで移し替えを苗をしますので高さが少し気持ちあるもの牛乳パックより 牛乳パック2倍分ぐらいの大きさがあるとすごくいいと思いますで、必要に置いていくつも置けるようなスペースがあるといいですねで、あとは種をまいた日付などを後ろなどにマジックなどで書いていただいて一緒に置いておくで、これで蓋をしておしまいになります夜は太陽の光などは必要としませんなるべく保温に努めてください るい暖かいところ、リビングなどですね。キッチンカウンターがある方はキッチンカウンターのところまたこたつがある方はこたつのそばこたつの中などに入れなくても大丈夫です。で夜はこんな感じで朝晩は閉ざしておきますで毛布を1枚かぶせてで中が絶対に凍らないようにしてください。でえー 朝になって、えー、だんだんと日が昇ってきて太陽の光が、えー、当たるようなところに、えー、置くように、えー、今度はお昼日中はします。その時はこの、うん、発泡スチロールの蓋は、えー、取り除きますがまだ種をまいた直後というものは、えー、光をそんなに必要としませんので。 全部開けてしまうとさすがに家の中でも温度が足りなくなってしまいますねなるべく出窓のそばで太陽の光が当たるところでこんな感じほんの少し開けておくそうすると中が手を入れるとあっあったかいなという感じがちょうどいいですでお勤めされている方などは夕方になって帰ってきたらまたこれを閉ざすということを繰り返していきます で水の与える管理なんですけれども一度持ってみてあ軽く少しなったかなと思ったらまた霧吹きなどでやってください心配な方は、えー、割り箸などで種を、うん、が動かないようにちょっとほじってみて下の方も確認するようにしてくださいドバドバドバッと必要以上に水を与えさえしなければ水が下の方にたくさんたまることはないと思います冬の時期は えそうですね2日に1回ぐらい、まあ、最初は与えましょうで少しずつうーん水は抜けていくんですけれども10日でも発芽はしないいと思います今の時期だと最低でも2週間ぐらいかかるんですねすごく根気のいる野菜、えー、数ある品種の中で春夏秋冬と色々な野菜の品種があると思うんですがこの ナスだけはです、ね、発芽すすするのにすごく時間かかります、まあ、ただでさえねとても寒い時期に種をまきますので花、えー、温などをせずに栽培をすると目出しをするには大体2週間ぐらいかかると思いますがでもなすというものはとても強いものできちんと保温と、うん、まあ保温といいますかきちんと夜は凍らないようにさえしてしまえば。 うーん芽は自然と出てくるものです、はい、で3週間以上経ってちょっと芽が出ない場合はこの表面をほじってみてまいた種がどうなっているか確認してくださいほんの少しでもいいので根が出ていたりしていれば OK です何も変化がなかったりちょっと種をつかんでみてちょっと揉んでみたらブニュッと と溶けてしまった場合はこれはちょっと失敗になりますさすがにちょっと寒すぎたということになりますのでもう少し暖かい環境家の中でも一番暖かいだろうなと思われるところに置くようにしてください、はい、そしてもう一つ最後にですねちょっとこれは、えー、ナスとはまあ関係ないものなんですけれどもこちら見てくださいじゃじゃーん前回動画でご紹介をしました 牛乳パックでも、えー、苗を作ることができる、えー、長ネギのネギの苗をですね今作っている最中なんですが、えー、私はこれ出窓のところに日中は置いておきましたで夜は出窓はね寒くなってしまいますので夜になったらキッチンカウンターの上に置きっぱなし何も保温もしておりませんでこれに関しては発泡スチロールなどに入れずに このまままにししておきましたこれは「夏扇4号」という品種の長ネギの種で12月の18日に種をまきました発芽が、えー、安定してますねでこれなんですけれどもえネギは夏野菜の青枯がれ病とか土壌病害虫とかねいろいろなものを抑制する効果が狙えるということなので まだネギの種などを巻いたことがない方いましたら、ぜひナスなど、ね、もう他にもピーマンとかいろいろあると思うんですけれども、一緒にネギの種もこんな感じで巻いてみていかがでしょうか。ネギの方は発芽は早いです。はい、まあ、こういったものがね、ボスチロールなどがあればこんな感じで一緒に入れてあげるといいでしょう。 ちょっとついでなんですけどもこちらのネギなんですが今発芽して大体いい高さが5センチぐらいに伸びていますで肥料はまだそんなにね消費してませんのでこのままの状態にしますこれがあとちょっとで1 0センチいきそうだなという頃になってくるとバイ土の中にある肥料が切れてきますのでその時はこの上に粒状の粒状タイプの オール8号あたりの化成肥料を上にパラパラパラと3本の指で軽く掴んで頂い,いて振るだけで定期的に与えている水だけでそれで十分です。で化成肥料をお持ちの方でない方は液体肥料を薄めて500倍800倍ぐらいに薄めたものを。 それを霧吹きなどに入れてまた蒸炉などでここへ与えてくださいそれで追肥は OK そのままの状態で苗は育てます植え付け状態までですね、うん、特にこれを移動したりとはしません、はい、ということで今日はこちら千両2合ナスの種のまき方ナスの夏野菜の代表するナスのまき方としてご紹介をさせていただきました 本当に牛乳パックはとても使い勝手がいいです深さもありますし小袋一つを巻くにはちょうどいい大きさなんですねで保温性もやっぱりこう油が含まれてますので他の容器に比べれば中が冷えるのがです、ね、あんまりないんですね意外と保温性があります、はい、こんな感じでやってみてはいかがでしょうか今日もご視聴いただきありがとうございました今日の動画いいと方は高評価ボタンと チャンネル登録をよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いいたします。